道の駅親淵ピアパークは、新潟県糸魚川市大字ヶ谷にある国道8号の道の駅である。北陸自動車道の高架橋の下にその空間と橋脚を利用して立地している。北陸自動車道の高架橋建設に伴い付近の親淵漁港及び海水浴場が工事期間中に船置き場、海水浴場が使えなくなり、工事後も海水浴場、海岸の縮小をもたらし、公団もトンネルずり処理場の確保が必要であったことから、地元との協議を踏まえて、当時の近江町と協力して海岸部に多目的広場の造成、橋脚への集計を行うことになった。同時に、近江町により海岸保全区域、漁港区域などの手続きや駐車場や船置き場などの造成も行われた。これによって、北陸自動車道全通を記念して1988年7月16日に、親淵ピアパーク1988として竣工し、2000年に道の駅に登録した。広場の橋脚には縦3メートル、横5メートルの海、都市、山などをテーマとした、塔壁が8枚がはめ込まれている。亀のレリーフもそれぞれの橋脚にセットされ、構造物一つ一つが芸術品となり、パブリックアートとなっているのは、自動車道では全国初のケースである。2018年3月24日より、北陸自動車道親淵 IC より一時退出して、道の駅親淵ピアパークに立ち寄ることができる実証実験が実施されている。翡翠ふるさと館。ありがとうございます。